こんにちは、カオルンです。今日はですね、イヤホンのレビューしていきたいと思います。今回レビューしていくのはね、アンカーさんからなんと1万円を切るんですけれども、ハイブリッドのノイズキャンセリングが搭載されておりまして、さらにね、スポーツ向けというところの新しいね、製品出ましたので紹介をしていきます。それがこちらです。ドン、アンカーさんからサウンドコアスポーツ X10 でございます。イエイ。アンカーさんのね、製品って皆さんね、結構ね、使ってる方、知ってる方ね、いらっしゃると思うんですけれども、僕にとってね、いろんな製品ね、結構似てるようなね、感じがあって、なかなかね、手を出していませんでした。なんですが、今回のね、イヤフック型のイヤホンはね、結構ね、見た目がかっこいいなって思いまして、レビューしようと思いました。今回ね、アンカーさんの製品初めてね、 YouTube でレビューをするということでね、アンカー全体としてね、どういう感じなのかっていうのをね、皆さんにね、一参考人としてね、お伝えをしつつ、このね、製品の特徴もね、述べていって、皆さんの中でね、手に取ってほしい方はこういう人ですっていうのをね、紹介していきたいと思います。それではね、まずは基本スペックから見ていきましょう。まずね、値段は9990円ということで、1万円をね、切る価格となっておりまして、色はね、ブラックの1種類のみとなっております。シリコン製のね、柔らかいね、イヤーフックを採用しておりまして、そしてね、折りたたむこともできるというところでね、快適さ、そしてね、落ちにくさを実現しております。重さはですね、片耳が 6.7g ということで、ぶどうのね、一粒がだいたい 5g なので、それよりもね、少しぐらい重いといった感じでございます。充電ケースはね、54g ということで、ミニトマトね、3個分のね、重さに相当します。音質はですね、10mm の大型のね、ダイナミックドライバーを採用しておりまして、さらにね、アンカー独自のベースアップっていうね、テクノロジーを使って、迫力のね、重低音を実現しております。そしてコーデックの方は SBC と AAC のね、2つになっておりまして、基本的にね、どのスマホでもそれなりのね、コーデックがサポートをされております。そしてね、これが目玉ですよ。ハイブリッドノイズキャンセリングをね、採用しておりまして、片耳ごとにね、2つのノイキャンをね、サポートしておりますので、めちゃめちゃね、遮蔽音が高いという感じでございます。そしてね、外音取り込み機能もね、入っておりまして、周りの音をね、聞くことができます。さらにアプリの方もね、採用されておりまして、これはね、アンカーどの製品もね、アプリがあって素晴らしいんですけれども、今回もね、EQ 設定、そしてね、ボタン操作の割り当ての変更もできます。さらに今回はスポーツ向けのイヤホンということで、自分のね、呼吸をいろんな場面に応じてね、整えることができるモードも入っています。これはね、詳しく後で皆さんにね、お伝えしていきたいと思います。さらにね、スポーツ向けというところで、結構ね、運動をしていてね、汗をかくこともあるでしょう。防水性能が IPX7 をね、採用しておりましてね、だいぶね、多少シャワーがね、被っても大丈夫なぐらいのね、性能でございます。さあ、ズームして皆さんと一緒に見ていきましょう。まずね、本体ですね。こちらに関しては、アンカーさんのね、製品のね、特徴でもあります。大人っぽさでね、ちょっと近未来的なね、デザインをね、しっかり引き継いだね、ものとなっております。イヤーフックに関しては、一応ね、動くデザインになっておりますので、こんな感じ。こうね、折りたたむことによって、ケースにしまった時にね、こうケース全体がね、ちっちゃくなるようなね、配慮がなされています。ただね、このイヤーフックね、片側にしかね、動かないんですよね。こっちにはね、動かないので、なんか両側でね、動いてくれた方がね、どっちでもね、操作しやすいので、あれ?こっち動かないじゃん、みたいなことはね、よくありました。ケースに関してはね、先ほどの基本スペックでね、お伝えした通り、ちょっとね、重い感じになっております。ただね、デザインはかっこいいですし、大きさ的にもね、手のひらのね、サイズには収まるね、仕様になっておりますので、持ち運びに関してはそんなにね、苦労はしないかなと思いました。付属品のね、紹介もしていきます。まずね、イヤーピースがですね、XS、あと S、今ね、本体についている M サイズ、そして L、XL の5つのね、サイズがあるのでね、結構ね、フィット感に困ってますよっていう方にとっても、何かね、合うイヤーピースがあるんじゃないかなっていうぐらい種類が豊富でございます。充電ケーブルはタイプ C となっております。はい。つけるとね、こんな感じですね。結構ね、本体も大きめですし、イヤーフックもね、あるんでね、ごつく見えるんですけれども、アンカーのデザインがいいということで、プライベートなね、おしゃれな服装でも、スーツを着ているね、仕事の時でもね、合うと思います。
先ほどね皆さんにお見せした通り、イヤーフックがね動くので、つけていてね、あれイヤーフック動いてね落ちないかなって思ったんですけれども、それはね肩に使ってましたが全くそういうこともなくて結構安心でした。あとはですね、いろんなところでね使ってみましたがね、かなりね疲れにくいですね。全然ねつけていてね、うわーごつくてね疲れるわっていうのもないですし、あとはね夏なんでね、つけていてここのねイヤーフックとね耳の間がね蒸れるかなと思ったんですけど、そういうことも全くなかったです。ただね一個だけね難点がありましてね、このねイヤーフックを採用しているということでがっつりつけたいというのがねありますので、つけるとき、そしてね外すときがね結構大変ですね。しょっちゅうね付け外しする場面でね使えますよっていう方にはねちょっとおすすめできないかなと思います。さあイヤホンでねとっても重要なね音質、こちらをね紹介していきたいと思います。まずね結果から言いますと、重低音がねでかすぎる、でかい、結構ね重低音でかいですね。この製品のね特徴なんでしょうがないっちゃしょうがないんですけれども、僕は少し苦手かもしれない。1万円をね切るイヤホンの中でもね結構ね音質のいいイヤホンってね最近出てきてますから、その中でもね比較するとちょっとね音質の面ではね劣るかなと思いました。全然ねめちゃめちゃ悪いっていうわけじゃなくてね、聞けるレベルではねあるんですけれども、音質のねいいイヤホンがね一番欲しいとか、音楽鑑賞用にね欲しいんだっていう方にとってのねメインではねちょっと使えないかなといった感じでございます。逆にですねめちゃめちゃいいところもありまして、それがねこの製品のね最大の特徴でもあるハイブリッドノイズキャンセリング、そして外音取り組む機能ですね。これはねやばいね。特にノイキャン、ノイキャンってね周りから入ってくるね音に対して打ち消すようにねこちらからね信号を出しているので、頭をガッとね締め付けるような圧迫感みたいなのがねあるんですけれども、それがねこのノイキャン、ハイブリッドノイキャン2つね片耳についている中で全然感じない。さらにねノイキャンで一番大事な、どれだけ遮蔽されているか、これもねむちゃくちゃ遮蔽されてます。朝ね通勤とかでね使ってね電車に乗っているとね、めちゃめちゃ電車の音ねうるさいじゃないですか。あのねガタゴト音っていうのがね全く感じないです。全然ね普段使いのね耳栓としてもね機能すると思います。もう一つはですね外音取り込み機能ですよ。こちらもね結構素晴らしくて、外音取り込み機能ってね周りの音をね取り入れるので、そのねマイクから拾った時にマイクでね雑音をね拾っちゃってね、こうチリチリチリさーっていうね感じの音もね聞こえちゃうものがね多いんですけれども、このねアンカーのイヤホンにはそれがない。こうね食卓の前でねテレビをつけていて、さらにね誰かとね喋りながらねご飯を食べるっていう時に、このね外音取り込み機能をね使っていると、全然ねテレビの音ね聞くことができないんですけれども、これに関してはね何を言っているかちゃんとね判別ができました。なのでこのねノイキャンと外音取り込む機能両方をね素晴らしい性能に持ってきたっていうのはねすごいなと思いました。アプリの方にね搭載されている機能としてね、先ほどねお話しさせていただきましたが EQ 調整、そしてねボタン操作の切り替え、あとはですね今回のスポーツ型というところで呼吸をねいろんな場面に応じて整えるねモードがあります。EQ の方はですね、あらかじめねアンカーさんが用意をしてくれているプリセットというところでいろんなね、機能が入っていますというところと、あとはねカスタムも入っておりますのでね、このカスタムでねいろいろね調整することで自分のね音質を作り上げることができます。このね EQ 調整をするだけでね、結構ねこの重低音がね響いてしまうこのイヤホンをね少しね和らげることができますのでね、おすすめのね EQ 調整貼っていきます。ぜひね参考にしてみてください。ボタン操作の方はですね、そこまでねたくさんねいろいろ変えられるってわけではないんですけれども、一応ね2回押しと、あとはね2秒タッチのところを変えることができます。でね呼吸の方はですね、運動をねする前とか後とかで自分でね好きな時間とかね決めて呼吸をねするっていうのがねできる機能なんですけれどもね、これに関してはねあまりね使わないかなと思いました。僕もね結構走ったりね自分なりに筋トレしたりするんですけれども、呼吸をね整える時ってね別に秒数あんまり関係ないなって思います。わざわざねつけてねいちいちやるとねこうめんどくさくなっちゃったりとか、あんまりね効果も変わらないので、わざわざねそれをねアプリに入れることはないかなと思いました。
逆にね、なんか今日はね、このぐらいね、体調がいいとかね、体力があるので、このぐらい走りましょうとか、運動ね、今日してないんで、このぐらい走りましょうみたいなね、そういう生活をね、サポートしてくれる企業の方がね、スポーツ向けでいいかなと思いました。さあ、ここまでね、このイヤホンのね、いいところ、気になったところをね、紹介していったんですけれども、これをね、まとめまして、どういう方にとってね、このイヤホン手に取ってほしいか、お伝えしていきたいと思います。さあ、まずね、結果から述べさせていただくと、一人の時間にね、何かを没頭したい方、この方にね、おすすめでございます。電車でね、通勤している時だったりとか、あとはね、ジムに行って運動している時にね、こう、周りの音がね、うるさくてね、集中できないっていう方にとってね、このね、ノイキャンかなりね、いい感じですから、十分ね、効果を発揮してくれるかと思います。あとはね、イヤーフックがついてるっていうのがね、とっても強くて、電車でね、通勤している時に、あ、線路に落としちゃったとかね、運動していてね、うわ、落ちやすい、運動に集中できないっていうのがね、これはないのでね、そこら辺もね、十分強みを発揮してくれると思います。ただね、外でね、マラソンをするのはね、向いていないかと思います。結構ね、イヤホン自体がね、遮蔽力も強いですし、ノイキャンもね、入っているので、これを使ってね、走っているとね、事故事件にね、こう、遭いやすいっていうのがね、あるので、ぜひね、そういう方にとってはね、今まで紹介しましたソニーのね、リンクバッツだったりとか、ショックズさんのオープンランプロね、使ってね、ぜひ耳を開けた状態でね、使ってみてください。このイヤホンはね、スポーツ向けなのかなと思ったんですけれども、そういうね、方にはとらわれないね、一人の時間を大切にしたいっていうところにね、このイヤホンのね、特徴があるかと思いました。このね、アンカーさんのサウンドコアスポーツ X10、もっとね、情報を知りたいよっていう方はですね、下のね、概要欄にリンクを貼っておきますので、チェックしてみてください。ということで、今回もカオルの動画、めちゃめちゃ楽しかったよ、役に立ったよ、面白かったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人をね、目指して、日々ね、コツコツ頑張っております。ぜひね、応援よろしくお願いいたします。それではまたね、次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。